ルカによる、福音書、ルカによる、福音書、ルカによる福音書、カタルカン・ユアン・ジャラ・イオンは、新約聖書中の一書で、イエス・キリストの原稿を描く四つの福音書の一つ。マタイによる、福音書、マルコによる、福音書、ルカによる、福音書、イカ、ルカ福音書の三つは、共通部分が多いことから共感福音書と呼ばれる。福音書中には、 一切著者についての言及はないが、それぞれの冒頭部分の賢人などから、使徒原稿録と同じ著者によって執筆されたことは、古代から認められており、現代の学者たちのほとんどが、本福音書と使徒原稿録は著者による二巻の作品が、新約聖書の成立過程で、イエスの生涯を記す、福音書とイエス語の教会の発展史という観点から分離して、 配列されること,となった可能性が高いと考えている。このため、ルカ福音書と、使徒原稿録を合わせて、ルカ文章と称することもある。伝承では、ルカ福音書の著者は、パウロの弟子の意志であるルカとされてきた。その名は、フィレモンへの手紙等に見られる。聖書学者ユード・シュネルは、新約聖書その歴史と思想において、ルカ福音書と、使徒原稿録は、 言葉の使い方からも、その思想的色合いからも強い関連性が見られ、おそらくは、同じ著者によるものであろうと考えられると語っている。さらに本来、ルカ福音書と、使徒原稿録は一冊の本であったものがある時期になって分割されたという説も出された。しかし、その場合には、使徒原稿録冒頭部分を別人による負荷とせねば、ならないし、 執筆当時の標準的な書物の形態である、パピルスの巻物では、それぞれが一冊とできるほぼ限界の長さである、子などから、現在では認められていない。著者は、イエスの生涯を、自らの目で見たということは一言も言っていないが、すべてを丁寧に調べ上げ、事実を順序立てて書き記したということを冒頭で述べている。著者については、古代以来、上記のように、 パウロの協力者でその伝道旅行にも従った医師のルカであるとされてきた。現在でも批判的な聖書学者の一部を含め、この伝承を認める研究者は少なくない。また、福音書ではその資料を尊重する傾向が見られるが、そのギリシア語は極めて美しいもので、かつ語彙も豊かである。したがって、おそらくは、新約書文書の著者の中で唯一、 当時のヘレニズム世界での正規教育を受けたもので、あろうという認識はほぼすべての研究者に共通する。また、パレスチナの地理には詳しくないこと、ガリラヤコを海と呼ぶマルコの文章を湖に変更していることなどから、パレスチナやその近郊に住むものでないことも確実である。対象とする読者は、その検事から明らかなように、直接的には、テオフィロスという、 詳細は不明だが、ある程度に高い地位にある人物と推定される、個人である。なお、テオフィロという名はギリシア語で、神を愛する人という意味である。しかし、これは、著者の教養に由来する、修辞的な意味合いが強く多くの読者に読まれることを想定して執筆されることは確かである。その場合、著者が想定するのは、主に非ユダヤ系のキリスト教徒及びそれに関心を持つ。 人物と考えられる。ルカ福音書の成立年代は未承だが、その上限は、日資料仮説を前提とするが、マルコ福音書の成立時期、70年前後であり、下限は、マルキオンの聖典編纂の試み、2世紀半ばであ。る。伝統的には、キリスト教とはルカが、直接ではないニセヨパウロの指導のもとに、福音書を書いたとみなしてきた。首都原稿録が、 ルカ福音書の続編として書かれたとすれば、当然、ルカ福音書は、使徒原稿録より古いはずであり、使徒原稿録の成立が63年か64年のこととすれば、ルカ福音書は60年から63年の成立と考えられる。これはパウロが逮捕される前、ルカがパウロに同行して、カイサリアに赴いた頃のことと考えられる。もし伝承が伝えるようにルカが、 牧中のパウロからローマで聞き取って書いたとすれば、成立はさら早まって40年から60年頃ということになる。福音派など、保守的なキリスト教派では、このような伝統的な説が支持される。伝承に基づいた、成立年代ではなく、近代以降の批判的研究の結果からわかることは、ルカ福音書がエルサレム神殿の崩壊後に書かれたということである。 伝統的な成立年代に固執する一部の人々を除けば、聖書学者の間では、ルカ福音書が一世紀中に成立したか否かということをめぐっての論争が今も果てない。二世紀の成立を支持する人々は、ルカ福音書が二世紀初頭の古代教会内での異端的な動きに対抗して書かれたとみている。一世紀成立を支持する人々は、二世紀の教会で、 発達していた異界性に一切言及されないことを証査とする。極端な伝統保持者はアルカが、パウロの同行者であったという伝承だけを持って異世紀、中期の成立を主張している。ルカ福音書の最古の写本は三世紀のパピルスである。そのうち、P45 と呼ばれるものは四つの福音を皆含んでおり、他の三つ、P4、P69,P75 は断片である。 これら最古の写本の時期において、すでに、ルカ福音書と、首都原稿録は分離している。ケンブリッジの大学図書館にある、ベザ写本は5世紀から6世紀頃のものと、みなされているが、完全な、ルカ福音書の写本であり、ギリシア語、ラテン語大学になっている。ギリシア語版は、現代の我々の知る、ルカ福音書とは異なる部分が多いため、構成、 主流となった版とは別の系統に属するものであると考えられる。ベザ写本は現代の読みと合わせるため修正されることが多いが考えようによっては時期が下っても復元書の様々な遺読が存在していたことを示しているとも言える。聖書学者たちにとって移動の多いベザ写本のギリシア語版は厄介な存在であるためあまり言及されることはない。 22章19節 B から20説、及び22章43節から44節は、初期の番では見られない。現代最も支持されている説では、ルカ福音書は、マルコ福音書と、旧資料をもとに書かれたとみなしている。ある聖書学者の研究によれば、ルカ福音書の1151節のうち、389節が、マタイ福音書、マルコ福音書と共通であり、 176節は、マタイ福音書とのみ、共通41節が、マルコ福音書のみと、共通544節が、ルカ福音書のみに見られるという。これらの3つの福音書が、同じ言語で書かれていたであろうことを思わせる多くの、詳細がある。ルカ福音書特有の例え話は全部で17ある。ルカは、マタイマルコにない物語を盛り込むことで、 イエスの七つの奇跡を構成している。ルッカ、マタイ、マルコは共感複音書と呼ばれるように似通った部分が多い。例えばマルコは七パーセントがオリジナルであるが、九十三パーセントは他の二つのいずれかと共通である。同じように見ていくとマタイは四十二パーセントのオリジナルと五十八パーセントの共通部分からなり、ルカは五十九パーセントのオリジナル部分と四十一パーセントの 共通部分からなる。言い換えれば、マルコ福音書の十四分の十三、マタイ福音書の七分の四、ルカ福音書の五分の二が、同じ言語で同じ出来事について語っているのである。ルカ福音書は、文体においても、マルコやマタイよりも宣伝されており、ヘブライ語に由来する表現などがほとんど含まれていない。ラテン語はわずかに含まれているが、シリア語は含まれない。ヘブライ語は、 シケラという言葉のみ用いられる。シケラというのは酒の名前であるが、おそらくヤシの実から作られたものであると考えられる。旧約聖書からの引用は28箇所である。さらに、以下のように、パウロの書簡と共通する句が見られることも特徴である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。